はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。そうですね、今日は、博士受験、博士受験の大学院ですね、博士受験の、不合格ルート、の2回目、ということですけれども、とある、これもあるといえばあるのかな、抽象度を高めればよくある、大学院博士課程に進学が、できない、言い方によってはしない、ただ将来的にはしたい、人の、ルートというか、マインドセットというか、行動パターンを、ご紹介させていただきました。このパターンをね、割とね、厳しいといえば厳しいですね。本人としては、タイミングを見計らってる、つもりなのかもしれませんが、この状態で2、3年、4、5年経っちゃうとちょっと厳しいかなっていう感じは、しますね。もっと、こういった事例について、私の意見とか、またはこういった、状況に自分がいてどうすべきかとか、あとは自分の、ラボにもう、修士は出てるけど、ずっと、研究生でいて、なかなか博士受験してこない、元院生がいらっしゃる大学教員の方とかはですね、ぜひ、弊社の個別指導講座、をご受講ください。そういった相談もですね、多く、承っております。壁打ち的に、どうしようかっていうお話、を伺う時もありますし、そういった世間話にお付き合いするというと変ですけども、相談、に乗せていただいている場合もありますし、具体的な施策について提案させていただく場合もありますし、個別指導講座でいずれも承っております。ということで、今日もですね、弊社のメンバーの内間に、まとめてもらいましたので、そちらをご覧ください。どうぞ。